インフォーマー聞いたことあるでしょ。なんすかそれ。都市伝説ですよね。裏社会、政治、芸能、すべての情報に精通する情報屋。会ってやるから迎えに来いって。ああ、ポンコツ、どう見ても俺やろ。風格的にもオーラ的にも。まさかインフォーマー。3日で終わらせる。帰りの便用意しとけ。かしこまりました。東京は久しぶりですか？5年ぶりか。もう一生来ることはないと思ってたんやけどな。ねえ、二代目ポンコツくんだ。二代目ポンコツくん、死んじゃダメだよ。祭りが始まりよったぞ。ホテルに陣取ってます。滝沢組の組長ですね。組長さんを向こうに差し出そう思ってます。5年前の借り返しに来たで。たっぷり利子つけたろう。なんか見たことあると思ったら、あの時泣いてた人だよね。ねえ。交換だ。そう来る思た。ねえ、これ頼んでへんで。兄貴！仏壇の男性って見たな。すいません。パパのね、運転手やってた。二国みたいにね。おう、ポンコツ、3分の遅刻じゃ。なんかかっこいいっす、インフォーマー。コントロールするん、情報。無理すんなよ、ポンコツ。この国には生きてても意味のない奴が多すぎる。戻ってこい。お前誰だよ。インフォーマーだよ。